オイスターソースは、牡蠣を主原料とする調味料の一種。日本語では柿油とも言う。本来は生牡蠣を塩漬けにすることで発酵熟成してできる調味料である。市販品は生牡蠣から煮汁を抽出し、砂糖、塩、でんぷん、酸味料等を加えて調味した製品である。メーカーによって、風味や粘土にかなりの違いがある。 独特の風味とアミノ酸、核酸の旨味、コク味を持ち、関東料理をはじめとする中華料理に広く用いられる。炒め物、煮込み料理などによく用いられる。冷凍食品、レトルト食品、インスタント麺など、中華風の加工食品や合わせ調味料にも利用が広まっている。精進料理が普及している台湾では、カキの代わりに椎茸を用いて製造した。 精進オイスターソースというものがある。中国関東省などには、カキを塩茹でしてから日干しした、関東語法師という調味料がある。1888年に、中国関東省高山南水峡のリニシキモを作る、サイの水と呼ばれる煮汁に、旨味が多く含まれていることに着目して、これを濃縮し、砂糖などで味を調整して、濃厚な液体調味料を作る方法を、 発明したとされる。1902年に南水の工場が村の火事で延焼したのを機に、リニシキモがマカオに渡り、製造販売店を設立、現在のリニシ機キ,キの元となり、マカオでの普及が始まった。1932年には、香港にリニシ機キ,キが支店を設立し、香港での本格普及につながった。その後、リニシキ機以外のメーカーも増え、 ミニシキも平木の貝柱を加えた製品など、いくつかのグレードの商品を揃え、香港工場をはじめ中国関東商工、モンシン海区の主力工場のほか、マレーシアなどにも工場を持ち、世界各国で販売されている。逆に都市化が進んだマカオでは、製造が衰退し、2012年現在、1902年創業の栄油層がカキの茹で汁を輸入して、 製造しているだけとなった。海蘭のオイスターソース炒め関東料理の調味料として、茹で野菜や炒め野菜にかける、焼きそばや茹で麺にあえる、煮物やスープの汁や澱粉を加えた餡に加える、などの用い方をする。関東省ではスナック菓子の調味にも使われることもあり、ポテトチップやバンサーなどで商品化されている。他に、タイ料理、ベトナム料理、カンボジア料理などでも、 野菜の炒め物、豆腐の煮物などにも利用されている。タイ語では、ソスホイナンロムといい、タイ国産品もあり、長州料理の影響を受けたタイ料理などに利用が広がっている。主原料のカキに含まれるトロッポミオシンがアレルゲンとなることがある。オイスターソースでは、これが濃縮されているため、少量や気づかない隠し味程度でも場合によっては、 重篤な症状となる恐れがあるが、日本国内では法令上アレルゲン表記対象となっていない。オイスターソースは中華料理以外にも使用されているので、事前に使用しているか聞かなければならない。なお、製品によっては副原料に特定原材料の小麦粉を含む場合もある。おそらく最も簡単な料理はレタスやカイランなどの葉野菜を茹でて、 オイスターソースで味付けするものである。野菜を食べやすい大きさに切る少量の湯に塩と油少々を加えて軽く茹でる鍋からザルにあげて水気を切り皿に盛ってからオイスターソースをかけて完成焼きそばの調味料としてオイスターソースを使用すると関東風焼きそばになる。白菜などの野菜やイカ、エビなどを切り揃え塩、 胡椒で炒めるできれば電子レンジで温めた、茹で麺を加えるオイスターソースを混ぜて、完成便に生姜や海苔は加えないが、鰹節は、好みで少量を加えても良い文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、日本人の食事摂取基準、ハット ABC、17調味料及び香辛料類。文部科学省、2020年4月16日閲覧。 セリザワカズミ、マカオオイスターソースのルーツを訪ねて、スカイワード2012年8月号、PP75、日本航空株式会社機内し、東京アレルギー表示に関する情報、消費者庁。ありがとうございます。